シルドレット、グレゴリー・ペックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の俳優。1954年、ナバロンの要塞、アイルランド及び、イングランド系の父親とイングランド系の母親の元に生まれる。ボート競技の選手として、オリンピックを目指し、カリフォルニア大学バークレー校に進学。ボート部に在籍し活躍するも、第二次世界大戦で、 開催中止となり不参加に終わるが、同時にボート練習で負った、脊椎損傷のために、兵役免除となる。薬剤師だった父の影響で医学を勉強していたが、演劇に興味を覚え、卒業後ニューヨークに移って、俳優養成学校のネイバーフットプレイハウスで演技を学んだ。大学在学中、学費を稼ぐために一年間休学し、運送会社にトラック運転手として勤務。 ニューヨークの俳優修行中にも劇場案内人やタクシー運転手を経験している。この時の経験が後に一見不似合いなキャラクターである荒くれカウボーイ、密漁船船長、残忍な復讐機、イカサ様トバクシ、ベテラン警察員等の演技に生かされることとなった。ブロードウェイの劇場でデビューの後、1944年に映画デビュー。1962年には、 自主制作、アラバマ物語でアカデミー主演団優勝を受賞した。また共同制作者として、ウィリアム・ワイラー監督と、クミチャールトン・ヘストンを招いたの名作、大いなる西部では、身長190センチメートルという大男同士の格闘を演じ、同監督による、ローマの休日の新聞記者役を演じた際には、オードリー・ヘプバーンの才能をいち早く見抜き、 ヘプバーン本人を含めスタッフに様々な助言をし映画を大成功に導きヘプバーンにとって最高の共演者となった。ペックは初期の頃からのイメージそのままに1960年代後半から1970年代初頭までは理知的で真摯な風貌が似合う役柄が大半を占めていたが1976年のオカルト大作オーメン以降は 打って変わって、性格俳優的な雰囲気が漂うようになり、1978年、ブラジルから来た少年では、マッドサイエンティストを演じるなど変貌を遂げ、カルト映画ファンからも一目置かれる存在になった。1996年に一度現役引退を表明したが、2年後には、TV 映画作品、モビー・ディックに出演、テレビを中心に活躍した。 亡くなった2003年にはアメリカ映画協会が選んだ映画の登場人物ヒーローベスト50の第1位にアラバマ物語のフィンチ弁護士が選ばれており誠実で正義感にあふれる彼のキャラクターは現在でも人々に愛されている政治に関してはリベラルな発言が多かったためリチャード・ニクソン大統領からは性的リストに載せられるほど警戒されていたというまた 実際の彼も知的な紳士で人格者として知られており、その人望を買われて、政界進出の噂が周囲から出たが、本人は、すでに自分は大統領役や歴史上の偉人をもう何人も演じている。もうこれだけで十分ではないかと答え完全否定。あくまで俳優として、職を全うすることを公言したエピソードが知られる。 アカデミー協会の会長やハリウッド俳優組合の会長など各種映画団体の会長や理事、アメリカガン協会などでも理事を務めた。ダブリン大学のフィルムスクールの講演者でもあった。二度の結婚で五人の子供がいる。なお、メンの撮影の2ヶ月前に息子を拳銃自殺で亡くしている。日本語吹き替えは、ジョータツヤがほぼ専属で務めていた。なお、 城の成去後の心読に関しては、田中秀幸が複数回担当している。ありがとうございます。